器会社インターン生の平野真帆です。今回は乙女ゲームのシナリオを作るにあたって実践編ということで、前回と前々回のことを踏まえて実際にシナリオを組み立てて喋ってみましょう。まずは乙女ゲームの定番といっても過言ではない恋愛系からシナリオを実際に組み立ててみましょう。まずは恋愛系のシナリオを考える前に、まずはそのシナリオの中の設定を考えましょう。まあ例えばそうですね、ヒロインが世界に飛ばされたというファンタジー系要素がのある設定にして、ヒロインの名前はサラという名前にしましょう。まあ、大まかな設定はできたので、それではシナリオを考えていきましょう。では喋っていきます。ここはどこ？そう、私はついさっきまで渋谷にいたにもかかわらず、いつの間にか見知らぬ世界に飛ばされたのです。いやいや、こんなさ非現実なことが現実に起こるわけないから、なんてことを心の中で言いながら、私は自分の頬をつねった。え、痛いってことはこれ現実？嘘でしょ？私の歌活という名のハッピーライフは？と私はこの現実に怒ってしまった事実を受け止めないでいると、そこのご婦人、そんなに頭を抱えてどうしたんですか？は、その声は私の推しアインズ様。私は振り返った。そしたらそこには正真正銘私の推しアインズ様がおられたのです。何かお困りのようでしたら、私でよければ聞きましょうか？いや待って、なんで今私は二次元にいるはずの推しと喋っているの？ここは現実世界なのに、私はアインズ様と喋っているということに困惑をする。私道に迷ってしまって、なのでここがどこなのか教えてくださるかしら。くださるかしらって何？自分で喋っときながらめっちゃキモい。てか道に迷ったからどこか教えてくださるって無理があるだろ。ふふ、なら私の屋敷で暮らしませんか？居候させてもらえるのか？よかった。で、屋敷で暮らしませんか？って言った？え、推しが私に一緒に暮らそうって言ってるの？冗談って言って、お願いだから、あの本当によろしいのですか？はい、もちろんですよ。ご婦人は可愛らしいので問題ありません。マジですか？てか推しが目の前で天使のような笑顔を見せている。尊いよ。うまーといった具合でストーリーが始まっていくんですけど、ところで皆さん、こんな中途半端に終わって先が気になりませんか？気になりすぎて続きが早く書きたいって思いませんか？思いましたよね。その気持ちがシナリオを書く上で一番大事な気持ちになっていきます。続きが気になる、早く続きを書きたい。その気持ちが自分の中でどんどんストーリーを膨らませていくんです。小説を自分で書いたことがある方は多分私の言いたいことがわかるんじゃないかなって思います。そして今考えたのは恋愛系の方でしたが、乙女系の方のシナリオを作るのも今みたいに中の設定を考えて、ヒロインの名前を考えて組み立てていけば大丈夫です。ちなみに気になった方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、男性キャラの名前はいつ決めたのって。それは組み立てている最中に考えました。皆さんもぜひやってみてください。ご清聴ありがとうございました。